限定ビール風味爽快にしてリニューアル記念札幌ビールコラボ企画よいしょ。それじゃん、はい、ということで今僕たちはこちらドン出ました、メディアシップ、こちらのイケてるメディアシップになんと札幌ビール新潟支社が入っているということで、風味爽快にしてリニューアル記念ということで呼んでいただきました。わあ、すごいじゃないですか。ありがたい。え、もうついにそうだね、毎回美味しそうにビールを飲んだ甲斐があったね、ふっちゃん。いや、本当に、あ、夢みたいですね。夢みたいだね。大丈夫、喉乾いてる？いや、もうカラッカラです。え、すぐ飲めるんですか？いや、すぐはわからない。軽く会社訪問じゃないですけど、ちょっと中だけ見せてもらってから、はい、あの札幌ビールさんもいろいろちょっと連れてきたい場所があるみたいなこと言ってたので行きましょう。はい、すごいね、豪華ですね。さすがメディアシップですよ、すごい。でも突き当たりがね、札幌ビールさんなんですけど、はい、仁王立ちで待たれてる方いらっしゃるんで、ね、ちょっと急いで行きましょう。ちょっと、はい、こんにちは。こんにちは。あ、ようこそいらっしゃいました。札幌ビールの舘と申します。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。舘さん、え、本名ですか？本名が芸名ではなく本名が舘です。え、舘ってそのいわゆるシールド？あ、そうです、舘ここのすごい、かっこいい。かっこいい名字ランキングだいぶ上位に食ってましたよ。いや、だいぶ上位でしょ僕の中でも今日はな、何をさせていただけるというか、あ、せっかく来社いただいたので、はい、札幌ビールも美味しく飲んでいただきたいんですけども、はいはい、歴史ですとか新潟県のつながりを知った上で飲むと、はい、その一杯がさらに美味しくなるので、はい、ご紹介させていただければなと思ってます。こちらへどうぞ。こっち、はいはいはい、おすごい広い。あのアルビレックス のスポンサーもやってますので、うんうんうん、この地面がですね、はい、芝生、椅子がアルビカラーを、はい、あ、本当だ。あ、確かに全部椅子オレンジ、はい、オレンジだ。アルビサポの私としては、そうなんですね。じゃあどうぞ。そして あ、こちら、はいはい、おーおー、弊社の、ね、商品を今日、まあ、ほんの一部ですけども、はい、並べてみました。札幌ビールなので、はい、ビールしかこう商品ないんじゃないのっていうふうによく言われるんですけど、はいはい、まあ、実はこう酎ハイでしたり、あと、まあ、ワインでしたり、あと焼酎とかですね、はい、でこっちの方ではこの輸入物のあのまあ、ウイスキーとか洋酒とか、はい、そういったものをラインナップしてます、はい。次案内するのは、はい、実は札幌ビールって本社が、はい、東京にあるんですけども、はいはいはい、まあ、実はですね、はい、まあ、新潟県人に、札幌ビールにゆかりの深い人物が2人います。2人、はい、で1人目が、はい、の中川清兵衛という方で、まあ、長岡市で旧与板町の出身なんですけども、はいはいはい、あのビールを作る人のことを、まあ、醸造家とかって言ったりしますが、はい、中川清兵衛は当社の最初の醸造家になります。へー。2人目は大倉喜八郎という方で、はいはい、まあ、この方は柴田の出身の方なんですけど、はい、まあ、明治時代を代表する実業家の一人でありまして、まあ、その方がですね、もともと札幌ビールって、まあ、今に、まあ、国営企業だったんですよね、はいはいはい、でそれが民間に払い下げられるときに、まあ、買い取った人物ということで、まあ、その大倉さんの経営手腕で今の札幌ビールの、はい、まあ、礎が築かれたと。札幌ビールとしては中川清兵衛が、まあ、札幌ビールの生みの親、はいはいはい、大倉喜八郎が札幌ビールの育ての親と。一気にこう距離が縮まった。縮まりましたね、はい、完全に新潟出身ですね新潟、札幌さんねそうですね、ありがとうございます。だから新潟 TV にもこうやってねご依頼いただけたということですよね。今日は、そのあとですね、中川清兵衛をもっともっと深く知れるところがあるので、はい、ここにちょっとこれから行ってみようかなと思います。知れちゃうんですか？はい、今日は知っていただいてあのビールを美味しくいただこうかなと思ってます。さあ、ということで着きました。いきます、こちらドン出ました。兼次汚染ミュージアム、長岡市与板にやってきたんですが、こちらはですね、はい、与板地域の歴史ですとか偉人の紹介をしている資料館になります。その中に先ほどの、そうですね、札幌ビールさんの生みの親が、生みの親中川清兵衛のものも展示されてますので、早速行ってみましょう。いいですか、行きましょう、行きましょう、はい、青江兼次は有名ですからね。そうですね、うん、いきなりドンとね、やっぱり今日の青江兼次、はい、あ、なるほど、こっちね、兼次スルーでね、スルーで兼次スルーね、今日はそうですね。おろ、出た出た、日本初のビール醸造人、与板の人である。はー、最初ですね、中川清兵衛は1848年に与板で生まれて、はい、17歳の時に、はい、あの横浜からイギリスにこう渡ってるんですよね。へー。当時日本ってまだ鎖国の時代で、見つかると非常に幕府から厳
厳しい処罰が、はいはいはい、それ中川少年はですね、はい、イギリスに飛び立ったんです。すごい、そんなね、逆風を受けて、はい、すごい人だ、すごい。でイギリスでは7年間、はい、いたんですけど、はい、その後ドイツに渡ります、はいはい、青木修造っていうこの後の外務大臣になる方との出会いがありまして、この方に見出されて中川清兵衛はベルリンのビール工場で働き始める。当時 のビール醸造の醸造を見てめちゃくちゃ厳しくて、土日もなかったぐらい忙しかったです。そういう厳しさで、ただここで中川清兵衛は非常に優秀な成績を収めて、はい、2年2ヶ月で終了いたします、はい、イギリスからドイツに渡ってドイツでビール醸造を極めましたと、はい、そして10年ぶりに日本に帰国をします。はいはいはい、でその時に当時の世界情勢とかで、はい、まあ、日本が北海道に産業をこう起こそうみたいな感じで開拓市というものが設置されました、はい、でそこでいろんなこう缶詰とか他のワインとかいろんな事業ができたんですけど、その中にビール事業もあって、はい、そこで中川清兵衛が初の醸造民として開拓市ビールっていうところに雇われます。札幌ビールの最初の醸造家が中川清兵衛と。なるほどなるほど。出た風味豆腐かにふーちゃん、ちょっと大好きなやつの、大好きなやつがこんな大きさで、はい、じゃあいきますよ、はい、はい、チーズ。いや、もうビール好きが溢れてますこれただ観光に来た人じゃんこれ取れてよかったね、ちゃんね。いや、すごい勉強になりました。勉強になる。まあ、そろそろふーちゃんの喉も乾いてきたと思いますので、あら、まさか、これから、はい、彼のビールタイムにしていきたいと思います。やったー、やったー、ふーちゃん、ビールタイムですって。ついにこの、ね、学びを経て。そう、はい、じゃあちょっと移動ですかね。そうですね、はい、それでは移動していきましょう。はい、はい、さあ着きました、長岡某所にやってまいりましたが、ここからは荒木さん。プロビールで、風味創刊にしてのブランド担当させていただいてます、荒木と申します。よろしくお願いいたします。ブランド担当、ピシッとスーツ着てね、はい、もう素晴らしいですけども、ね、ここは何でしょうか。こちらはですね、はい、夏に行われます中川清兵衛記念、はい、バーベキュービール園というものがあるんですが、はいはい、こちらをですね、今回特別に、はい、再現していただきまして、これ新潟ってイベントのためにってことですか。そうです、今日この日のためだけに今回リニューアルいたしました、はい、風味創刊にしてを用意してますので、はい、ぜひ飲んでください。やったー、わ、すごい、ちゃんとキッチンカーみたいな。ビアガーデンだ、ビアガーデンが。あら、来た、来た、はい、ありがとうございます。わー、あ、やばい、っていうか生ですか。生です、生ですか。生ビール、あ、生ビールの風味爽快にしてのリニューアル版ですか。はい、え、最高じゃん。さあ、ということでふーちゃん、はい、ようやくやってまいりました。まあね、いろいろこう手前にね、この新しいリニューアル感があったりとか、まあちょっといい匂いしたりとか、いろいろあるの、ちょっと1個だけどうしてもいじらなきゃいけないやつあるんですけど、はい、じゃあ T シャツ、それ、あ、これ、あ風味爽快にして新潟リミテッドビアということで、これはもしかして風味爽快にしてオリジナル T シャツじゃないですか、ふーちゃん。ねえ、そうなんすよ。めっちゃおしゃれ。そして何に荒木さん着てるかって黒バージョンね、2色ということで、ふーちゃん、はい、じゃあ早速どうぞ。いいっすか、じゃあ、はい、いただきます。入った、見慣れた風景。さあ、長い、あー、うんまうんま、やば、うまいっす。さあ、そして、ね、隣で荒木さんがもう、ね、今にも飲みたそうな顔してますから。美味しそうに飲まれるので自分もすごい飲みたくいいですか。どうぞ、自分から行くね。早い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 、最高、出ました。2口ぐらいですよね、今すごい勢いで入ってきましたね。すごいね、ちょ、さっきからね、いい匂いが漂ってるじゃないですか、うん、もちろんビールだけじゃないということで料理を用意してもらってます。出たー、やばー、これは、超豪華。これなんすか、これ中川清兵衛記念、はい、バーベキュービール園で提供されているバーベキューを、はい、こちら今日も再現していただきました。なるほど、実際のバーベキュー、はい、さあ、ということで、ふっちゃん、取り分けていただきました、これ。いや、これで、ね、一人分がちょっと豪華すぎません？ね、豪華すぎるんですよ。そして、しっかりに荒木さんのところに一人前来てますからね。飲んで食べる気だな、とかいうの満々ですけれどもね。え、荒木さん、何からいきます？じゃあ、まず、一棒お願いします。めちゃくちゃうまそう。いや、やば、これはもうビールですね。うん、はいはい。あー、柔らかい。
あ、肉汁がどんどん出てきます。じゅわきた。肉汁きました。あ、これは。アラの。ああ。風味どう？風味の方。風味爽快。爽快きた。爽快きましたね。身がぎっしりこう締まっていて噛み応えありますね。あ、うまい。うまい。アイさんもうちょっと待ってくださいね。まあ、いや大丈夫。食べたそうにしますけど。そんなに飲みたそうですか。はい、だいぶ飲みたそうだなと思って。はい、あ、いいね。ちょっといい感じに。あ、甘い。うんうん。いや本当に甘いっす。これも長岡のですもんね。はいはいはい。サクサクだ。サクサク。うん。じゃあおかわり。はい。じゃあおかわりね。新しい風味爽快にしての、はい、ちょっと説明というか、どんなところが変わったかとか。そうですね。10周年を記念いたしまして新しくなりました。はい、すごく特徴的なのが、はい、まあ、新潟の人のために。作っているところでして、まあ、開発のところからですね、はい、新潟県人の人たちにこう調査をかけたり、また意見を聞いたりですね、取り入れながら、この地に合ったビールを、はい、目指して作っておりますので、ぜひ、お試しください。今までも大好きでしたけど、さらにやっぱ大好きになって。そうだね、さらに大好きになって、はい、はい、ありがとうございます。新潟 TV でよかったっすね。よかったね、確かに。こんなことないよ、なかなか。じゃあ、荒木さん、はい、お待たせしました。はい、フリータイムです。じゃあ、ちょっと2人で飲み食いしていただいて、ちょっと良きとこでまた僕が入りますんで、はい、どうぞどうぞ、はい、ご歓談ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、うまい。うわぁ、うまいっすね。そっか、僕が 100% 書いてありますもんね。さあ、お二方、はい、そろそろお時間がやってまいりまして。もうそんな時間ですか。荒木さん、完全におかわりしましたよね、ビール。いや、別に言わなくてもいいと思うんですけど。普通に飲まれてましたよね。このまま、いいんですよね、これ。最後までいいんですよね。いや、大丈夫ですけど。荒木さんとビアガーデンしてていいんですよ、このまま。いや、いいですね。この22年の5月に、はい、風味爽快にしてが、新しくなります。はい、新潟県人のために、はい、リニューアル してまた美味しくなりましたので、はいはい、ぜひお楽しみください。本当、美味しそうに飲んでますもんね。はい、本人がね。飲んだ。最高です。いや、ふみちゃん、別に飲まなくていいから。何連動して飲もうとしてるの。ということで、今回は札幌ビールさんとコラボさせていただきました。荒木さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。そして、ここまで見ていただいた視聴者の皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。では、また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。